こんにちは、ベビチューブです。今回は生後6ヶ月までの間に私たちが子育てで困ったことをランキング形式でご紹介します。第5位、静かに寝てると息してるって心配になって鼻のところにこう指とか当ててちゃんと息が来ることを確認してた。一人目だとなおさらこう心配になっちゃうもんね。そうだよね。第4位、ベッドに置くと泣く。ちゃんと熟睡してるよしと思ってベッドにそーっと置くんだけど泣いちゃうんだよねこっちがどんなに気を使ってもね。第3位、夜眠れない。もうね、夜は全然眠れなかったよね、授乳をして次の授乳まで時間があるはずなのに、赤ちゃんを寝かしつけたりおむつ替えしてるとすぐ次の授乳が来るし、寝れたとしても一瞬で次の3時間が来ない。第2位、泣いてる理由がわからない。そうそう、おむつ替えもしたしミルクもあげたし、なんでこんなに泣いてるのみたいなね。そう、もうさ、わかんないから抱っこしとくしかないけど、抱っこしても泣いてるんだよね。そう、どうしていいかわからなかった、もうひたすら抱っこだよね。そう。第1位、成長が遅く感じる、ついね、周りのことを比べちゃって、うちの子まだ全然首座りしてないとか、うちは体重が増えないとか、子育てをしていると困りごとや悩みごとがつきません。皆さんはどんなことで悩みや困りごとがありましたか？こんな悩みことがあったよって方がいましたら、コメント欄からぜひコメントお願いします。お待ちしてます。お待ちしてます。それでは、バイバーイ。